どうも、いちょうです。今回は2の絶務来ております。編成はこちら、マリア、ヒルダ、レイラ、皇帝、モグ。はい、マリアのシンクロ、これね、フェスで弾いたんで、これをちょっと使ってみたい。あ、ちょっとごめんなさいね。追撃クラッシュ8っていうのがあるんですけど、これね、あれだよね、マリア以外のキャラクターが地属性の攻撃をすると、マリアが追撃を打ってくれるっていう。はい。まあ、こういう、なんだろう、仕様のシンクロなんですけど、まあ、地属性と関係ないレイラを連れてきてます。はい、本当はここあのフリオニル連れてきて、まあナイトアビー打つなり、まあガイも地属性だよね、その辺連れてくればいいんだろうけども。はい、レイラのこちらのシンクロ、これ毒のやつですね。これ前引いたのでちょっと使ってみたいというのもあって、無理やりレイラ連れてきております。前半はレイラが覚醒入って、終盤毒のシンクロを使うって流れかな。中盤はマリアと皇帝が覚醒入って削っていくっていう、まあそういう感じですかね。皇帝は英雄神器持ってきております。強いです。はい、あとはフェスのそのなんだろう、スタンプで交換したこちらの超絶センチメンタルムーン、これもなかなかあのね、期待しております。リジェネガと待機時間、一旦なしになるってやつね。はい、分身も不要、これはいいですね。はい、まあ開幕ちょっとね、これ使います。ワルツフォーウィン、これで踏みとど入れて、あとは、センチメンタル分を連打みたいな感じでいこうかな。まあ前半はね、モグの覚醒で回復賄っていきますけども、そんな感じの流れでいきたいと思います。ヒストリアクリスタルは99。 OK、 行こう。はい、あ、そうそう、あと工程は序盤はあれですね、ゲージ貯めますけども、じっくりまたあの今回もね、ダラダラ戦ってゲージ貯めて一気に解放みたいな感じでいきます。はい、なのでタイムは遅いと思います。とりあえずまだ最終フェーズまで行けてないので、まず最終フェーズ目指したいっすね。いけたらもう一気に倒したい、倒せればね、倒したいところであるんですが。あ、オッケー。で、デスペル。オッケー。いいですね。サンダー10。やばい、大丈夫か、大丈夫だ、オッケー。ギリギリだね、モグ。やば。ヒルダでワルツフォービン。これでとりあえず踏みとどを入れておく。よし、オッケー。で、モグは、覚醒2。あ、間違えた。間違えた。はい、間違えました。プロシェルの宣言入れなきゃ言えなかったんだけど、まあしょうがないね。はい、オッケー、いいね、皇帝強いね、やっぱね。オッケー、大丈夫かな、いって回復遅くなるけど、よし、アレグロが入る、よっしゃ、これプロシェルとアワーバリアね。皇帝は違う、ゲージを貯める、よーし。さあ前半はレイラなんとかお願いします。いいですね、マリア強いね。サンダー10、 OKOK、 大丈夫。はい、継続ダメージがちらついてるんで、これをヒルダの超絶で上書きしたいんだけど、多分まだまだかかるかな。それまではモグのこのね、覚醒でなんとかしたい。いいですね、レイラ動き早いからね、いいですよね。マリアは3ゲージ貯めよう。
なんだったっけ、超絶使いたいんですよね。超絶じゃない、戦技、戦技を使いたい。なんか地属性レベルが2上がるっていうやつ、それを使ってからシンクロ入ります。 OK、まあ、それまではレイラに頑張ってもらうって感じなんですけど、あ、いいですね。よしよしよし、どうしよう、ヒストリアクリスタル使っちゃおうか。2回目、森のノクターン、さらなるバフ、ちょっとヒルダ待機しようか。いやいや、ダメだ、もう早くリジェネが入れたいっすもんね。はい、ちょっと通知が来て申し訳ないですけど、うわ見えねえこれ、こういうパターンか。バフも入るで、超絶、うわやば、重い、めちゃくちゃ重い攻撃が来ましたよ今。これ各フェーズにあるのかな多分。いや、やっぱ常に HP 高い状態保たないとまずいっすなこりゃ。そしてチェインが切れそう、チェインが切れそうだけど、ここちょっとまだもうちょっと攻めたいよね。できれば強式下げてからチェインをつなぎ直したい。 OK、さあ魔法の方々頑張ってください。 OK、 追撃回復はなし。まあチェインつなぎ直してこの必殺の入りでチェイン稼ぐっていうのもまあありっちゃありなんだけど、大ダメージ与えられるうちにね与えておきたいっていうのがあるんで。 OK、 いいですね、マリアさん強いね、いいですよ。でモグで回復、ヒルダでチェイン、 OK、 さあ追撃来てくれ、追撃回復、モグステップの後に来ない、はい、チェインをつなぎ直す。レイラはおそらく幻突しない、はい、いいんです、はい、チェイン稼いでください。どうだ、うわぁ皇帝もダメか、もう一旦かかるかなこれ、どうですかね。あ、これだ、これがマリアのシンクロの追撃か。いややっぱもう一旦、あ、オッケーオッケーオッケー、なんとか一つ下がった。あっとモグが覚醒終わってしまった。これはあとはヒルダは回、ね、ヒルダで回復するしかない。ナイスー運ゲーです。最終フェーズまであとヒルダでなんとか回復するしかない。隕石やばいんじゃないか、うーわマジか、いやいやいや、めちゃくちゃ攻撃重いっすねこれ。まだどっかで踏みとど、うわ見えねえこれ、踏みとど入れ直しとかないとまずいよな。これ多分また最終フェーズも来るべ、この幻突攻撃下手すると。 OK、 レイラちょっともう、はい、必殺打っちゃいます。アビリティダブルの超絶ですね、レイラは。最終フェーズ来ました、みんなでダンシング、これはアビリティダブル、まあ特に意味ないんですけど、はい、アビリティダブルのこの超絶打ってシンクロ、毒シンクロ入ります。このアビリティダブル超絶は確かね、クリティカル率 100% になるんで、これ打ってシンクロ状態に持っていきたい。まあただそれだけなんですけど。おっ
マジか、またデスペル使わなきゃいけないのか。じゃあはい、デスペルお願いします。でシンクロ入る。オッケー、いいね。さあできればこのチェインで決めたいところではあるけど、どうかな、倒しきれるかな。もしかしたら最悪もう一回チェインつなぎ直さなきゃいけないかもしれないけど、できれば倒しきりたいですよね。どうかな。オッケー、よし、さあ行こう。毒、あと 30% もあるな。長いっすね。オッケー、いいね、皇帝強いね。いいじゃない、マリアちゃん。いい、あ、やばい、 G エンドだって。あぶねえ、あぶねえなこいつ。本当にまた原突攻撃してきやがった。でもこれでも大丈夫かな、どうだろう。あとはもう大丈夫なんじゃない。どうだろうかね。また来るかな最終、まあでも最終フェーズだからね、あるっちゃあるか可能性。その前に早く倒しきろうこいつ。何してくるか分かんないこいつ本当に。オグステップ OK、 ほぼほぼ全開まで持ってったか。あと 20% OK、 ここで強式が3になる。 OK、 ナイス、いいね、いいとこで、いいとこで強式割ってくれました。さあレイラあと頼むぜ。 OK、アレグロが入る。さあ皇帝とマリアのね、わっとマジかよ、あぶね。今の通常攻撃ですか、それで幻突してくんのかい。あぶねえな。いやこれ、これ怖いっすね。まだ来んのかな幻突攻撃。ちょっとあれですね、踏みとどめとかないとまずいなこれ。怖い怖い怖い。ちょっと踏みとど入れときます。踏みとど入れるか、この一旦待機なしになるか、ね、超絶どっち入れようか悩むとこだけど、まだこれあと、5% 弱でしょ。ちょっと怖いから、一応入れとく。ここまで来てね、撮影し直しっての嫌なんで、倒しきりたい。あと 2%。よし、追撃が来る。オッケー、あと 0.3%。隕石。いや結果踏みとど使わなかったけど、よかったんじゃないですかこれ。あ切れたかな。 OK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 、 なんとかいけました。やばいっすねこいつ。3連続ぐらいオーバーフロー攻撃きたんじゃないですか。はい、あでも33秒か、あれかな、ヒルダの一旦、待機なしになる超絶うまく使えば、もしかしたらここも30秒切れるかもしれませんね。うん、まあ意外と各シリーズ伸びしろね、それなりにある感じではありますけど、はい、まあいいや、とりあえずこれで、はい、2の絶無撃破できました。はい、もう着々とね、減ってきてますけども、ここから先がまた辛いわけですよね。はい、いや今回はちょっとマジできつかったっすね。殴り合いって感じだったけど、それでもなんとか撃破たどり着けてちょっとホッとしてます。はい、よし、じゃあとりあえず今回はここで一回また区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。